しな。お別れです。お別れですね。こんなとき癒しの力。はい、こんなもんだろ。少し急ぎましょうか。なんでだよ。あとは海岸沿いに行けばいいだけだろ。アリエッタが追いついてきたら厄介ですから。そっか、そうだったな。さあ、アリエッタに追いつかれないうちにさっさと開通路に行くか。ああ、チョロいぜ。甘いぜ。チョロ甘ですね。少しよろしいですか。なんだよ、もうすぐ開通るだろ。こんなところで何するんだっつーの。ティアの負荷の件ですね。ええ、前々からおかしいとは思っていたんです。彼女の負荷は私の知っている負荷とは違う。しかもイオン様によれば、これはユリアの負荷だというではありませんか。は？ユリアの負荷ってのは特別なんだよ。そもそも負荷ってのは不術における詠唱部分だけを使って旋律と組み合わせた術なんだ。ぶっちゃけ不術ほどの力はない。ところがユリアの負荷は違います。彼女が残した負荷は不術と同等の力を持つそうです。私の負荷は確かにユリアの負荷です。ユリアの負荷は譜と旋律だけでは意味をなさないのではありませんか。そうなのか。ただ歌えばいいんじゃねえのか。譜に込められた意味と象徴を正しく理解し、旋律に乗せるときに隠された英知の地図を作る。は？意味わかんねえ。という話さ。一子相伝の技術みたいなものらしいな。ええ、その通りよ。よく知っているのね。昔聞いたことがあってね。あなたはなぜ
ユリアの負荷を歌うことができるのですか？それは私の一族がユリアの血を引いているから本当かどうかは知りません。ユリアの子孫。なるほど。ってことは先生もユリアの子孫か？まあそうだな。すっげえ、さすが俺の先生。ありがとうございます。いずれ機会があれば負荷のことを詳しく伺いたいですね。特に大負荷について。大負荷？なんだそれ。ユリアがローレライと契約した証であり、その力を振るう時に使ったという負荷の。そろそろ行きましょう。もう疑問にはお答えできたと思いますから。あれ、アニスじゃねえか？証明書も旅券もなくしちゃったんです。通してください。お願いします。残念ですがお通しできません。ふみゅー、月夜ばかりと思うなよ。アニス、ルークに聞こえちゃいますよ。あ、キャー、アニスの王子様。女って怖え。ルーク様、ご無事で何よりでした。もう心配してました。こっちも心配してたぜ。魔物と戦ってタルタロスから墜落したって？そうなんです、アニス、ちょっと怖かった。てへへ。そうですよね。やろう、てめえぶっ殺すって悲鳴あげてましたものね。イオン様は黙っててください。ちゃんと神書だけは守りました。ルーク様、褒めて。ん、あ、偉いな。キャワーン、無事で何よりです。はわー、大佐も私のこと心配してくれたんですか？ええ、神書がなくては話になりませんから。大佐って意地悪です。ところで、どうやって検問所を越えますか？私もルークも旅券がありません。ここで死ぬ奴にそんなものはいらねえよ。引け足。バン、どういうつもりだ。私はお前にこんな命令を下した覚えはない。引け。先生。ルーク、今の避け方は無様だったな。チェ、会っていきなりそれかよ。ダン。ティア、武器を収めなさい。お前は誤解をしているのだ。誤解？頭を冷やせ。私の話を落ち着いて聞く気になったら宿まで来るがいい。バン先生、助けてくれてありがとう。苦労したようだな、ルーク。しかしよく頑張った。さすがは我が弟子だ。ティア、ここはバンの話を聞きましょう。分かり合える機会を無視して戦うのは愚かなことだと僕は思いますよ。そうだよ、いちいち武器抜いて。お、イオン様のお心のままに。じゃあバン幼少を追っかけるか。Thank you.
昨日が先決の亜種か。突然すぎて姿を確認できなかったけど。びっくりだった。首席総長が助けてくれなかったらルーク様切られちゃってたかも。それにしてもイオンをさらうでもなくいきなり切りかかってきたな。連中もそれだけ必死ってことか。どうでしょうね。ま、注意は必要でしょう。ああ。頭が冷えたか。なぜ兄さんは戦争を回避しようとなさるイオン様を邪魔するの。やれやれ、まだそんなことを言っているのか。違うよな先生。でも六人将がイオン様を誘拐しようと。落ち着けティア。そもそも私はなぜイオン様がここにいるのかすら知らない。教団からはイオン様がダートの教会から姿を消したことしか聞いていない。すみませんバン、僕の独断です。こうなった経緯をご説明いただきたい。イオン様を連れ出したのは私です。私がご説明しましょう。なるほど、事情は分かった。確かに六人将は私の部下だが、彼らは大英士派でもある。おそらく大英士モースの命令があったのだろう。なるほどね。万葉将が呼び戻されたのもマルクト軍からイオン様を奪い返せってことだったのかもな。あるいはそうかもしれない。先ほどお前たちを襲った亜種も六人将だが、奴が動いていることは私も知らなかった。じゃあ兄さんは無関係だっていうの。いや、部下の動きを把握していなかったという点では無関係ではないな。だが私は大英士派ではない。初耳です、首席総長。六人将の長であるために大英士派と取られがちだがな。それよりティア、お前こそ大英士機関の情報部に所属しているはず。なぜここにいる。モース様の命令であるものを捜索してるの。それ以上は言えない。第七布石か。機密事項です。第七布石？なんだそれ。なんだよ、バカにしたような顔で。箱入りすぎるってのもな。始祖ユリアが2000年前に読んだスコアよ。世界の未来史が書かれているの。あまりに長大なスコアなので、それが記された布石も山ほどの大きさのものが7つになったんです。それが様々な影響で破壊され、一部は空に見える布石体となり、一部は地表に落ちました。地表に落ちた布石はマルクトとキムラスカで奪い合いになって、これが戦争の発端になったんですよ。布石があれば世界の未来を知ることができるから。とにかく7番目のスコアが書いてあるのが第七布石なんだな。第七布石はユリアがスコアを読んだ後自ら隠したと言われています。ゆえに様々な勢力が第七布石を探しているのですよ。それをティアが探してるってのか。さあどうかしら。まあいい、とにかく私は六人将にも余計なことはせぬよう命令しておこう。効果のほどはわからぬがな。万葉将、旅券の方は。ああ、ファブレ公爵より臨時の旅券を預かっている。念のため持ってきた予備も合わせればちょうど人数分になろう。
これで国境を越えられるんだな。ここで休んでから行くがいい。私は先に国境を越えて船の手配をしておく。カイツール軍港で落ち合うってことですね。そうだ、国境を越えて海沿いに歩けばすぐにある。道に迷うなよ。やっぱバン先生は悪くねえじゃん。信用できないわ。俺はお前の方が信用できねえけどな。結構よ。寒い関係だね。アニス、無事で何よりだわ。ルーク様、私一人で寂しかったです。合流できてよかったな。大変でしたね、アニス。もう少しで心配するところでしたよ。ぶー、最初から心配してください。これであとはバチカルを目指すだけね。そうですね。六人将に襲撃されずに行けると良いのですが。なになに、ガイってば私に興味ありげ。いや、ジェイドとイオンの話から一体どんな子なのかと。私普通の可愛い女の子ですよ。アニスの普通の基準は私とは少し違うようですね。大差ってばひどい。イオン様も笑うところじゃない。おいおい、もうダメってないと行こうぜ。お、悪い悪い。まあ、アニスよろしくな。よろしく。お前、なんで先生と仲良くできねえんだよ。兄弟なんだろ。言ったでしょ、信用できないからよ。兄はまだ何か隠している気がするもの。お前だってまだ隠してることあるじゃねえか。だんまりかよ。警戒しないでですの。ミュウ、やめとけ。血は喧嘩は犬も食わないって言うぜ。ミュウ、真似しないでくださいですの。バッカなことやってんじゃねえよ。もう行こうぜ、お二人さん。喧嘩ならことが落ち着いてからでもいいんじゃないか。わかったよ。そうね。